大阪阪南市で現会社社長の夫婦の遺体、ドラム缶から見つかった事件で、夫婦を害したとして強盗殺人などの罪に問われ、被告に対して最高裁判所は上告を土下、判決を言い渡し、死刑が確定することになりました。平成21年、大阪阪南市、5年前から行方がわからなくなっている阪和泉市の元会社社長、当時74、妻、当時73がドラム缶から遺体で見つかりました。元社長の自宅の工事に、は、ていた元建設作業員の鈴木克明被告、後、は、二人を殺害して腕時計などを、たとして、強盗殺人などの罪に問われ、した。被告は強盗殺人の罪について無罪。主張しましたが、一審と二審で死刑を渡され、上告していました。8日の、決で、最高裁判所第3個法廷の、倉三郎、若長は、被告は借金の返済など、しなければならない状況にあり、殺害なお、二被害の腕時計を換金して返済にあって、いる子、などを総合すると、合理的な疑いを指し、無余地のない程度に強盗殺人を行った子が証明されていると指摘しました。そう、上で、冷酷かつ悪質で、強固な頃、